滑るよ。何してんのお前。どこ来た？ここはどこなん？最近ファン増えてきたらちょっと一言言えよじゃん。一言お願いします。うん、一言。毎日ありがとうございます。見てくれて。はい。マジか。マジか。え、あと何すか？はい。はい。今日ありがとうございますということで、今回どこに来たんですか？富士。この YouTube を社長に撮れって言われて勝手に龍二君がお金持ってったらお前何勝手に持っとんだってなってそうそうそうだったら YouTube 撮ってこいってじゃあ頑張ってしょうがないで撮ってます頑張って撮ってますめっちゃ綺麗だよね。すごいね。日本人が見ても綺麗だと思うもん。これはカモ撮ってください。どうしたんや。めちゃくちゃ浅いですけど。って感じでみんなで静岡に行けます。次はどこ行くの？次も飲みに行くの？もう次飲みに行くの？はい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 全員で昼キャバ社長のお金使います。ありがとうございます。ありがとうございます。次のところまで、せーの。お疲れ様です。今日はアイとヒューが二人帰るっていうことなんで静岡でみんなで旅行に来てます。じゃあ3年間お疲れ様でしたということで乾杯飲んど取らせてもらいます。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。乾杯。お疲れです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 。お疲れ。エデコお疲れ様です。お姉さん飲むの早いです。もうないです。ゆうじはまず何から？僕はそっから、そっていうかマグロから。マグロから。うん、普通。失礼だ。岡部君は何から？ゆうじ。はい、実食。いただきます。美味しいです。これ美味しいです。意外と意外。むっちゃ顔クラなとぞ。うめら、あいやー、やめとけやめとけ、お前やばいね。やめとけやめとけ、あいやー、やばい、やばい。どうですか旅行は？旅行どうですか？大丈夫です。楽しいで？楽しい。楽しい？グエン楽しい？あいあいあい楽しい？楽しいわ。うん、イエイは？ズームは楽しかったです。楽しかった。まだまだだよ、これからだよ。あ、わかんない。あ、ズン、ズン、うん、ズンザねーよ、ズンザねーよ。あ、もう一回。
まだまだです。あ、ごめんねず。ごめんねず。ズックです。いや、全然まだまだです。この後どこに行くんですか？俺は相席屋。で、こいつはキャバクラ。ああ、カントキャバクラ。嫁見とる。こいつキャバクラ行きたいって言っとるよ。その前なんか相席屋。久しぶりに来てやる。ああ、行っとる。いや、めちゃくちゃ行ってない。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ、もうチャンネルいろいろお世話になりました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、あともう2年中のみんなどうぞよろしくお願いいたします。はい、よし、はい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 、それは、はい、岡部くんの一気です。いただきます。早いって全然しない。うまい。何してんの、何してんの、何してんの。うちの会社入ってどれぐらい？僕今3ヶ月目になりました。どう？3ヶ月めちゃくちゃ、まあもちろん仕事が厳しいとかのはあるんですけど、うん、やっぱ人間関係とか、うん、めちゃくちゃ楽しいですね。あ、この会社に入ってよかった。いや、本当によかった。いや、本当によかった。その、まあ、今回これ動画を見てちょっと迷ってる人とかいるんだったら、迷ってる時間がもったいないんで、どんどん来たらいいと思います。うちの従業員になってくれてありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。大原さんは今会社に入ってどれぐらいですか？今忙しい。俺ベトナム語の講座受けてるもんさ。いや、ちょっと真面目なインタビューです。真面目なインタビュー。俺真面目にあの教えてもらってるもんさ。下ネタじゃないですか、だって。なんでなんで下ネタってわかるの？ちょ、大原さん、あの、何やねん、何やねん、何やねん。大原さんは今入って、何やねん、入って、何やねん。ダメっすね。松田さんは入社して何ヶ月ですか？3ヶ月ちょっと。3ヶ月ちょっと、はい、松田さんはその未経験で入られたってことなんですけど、はい、どうですか仕事は3ヶ月間やってみて。いや、仕事はきついけど楽しいですね。楽しいです、はい、それは人間関係とか、人間関係の仕事もみんな優しいですか？そうですね。自分でインタビューしてる。はい、自分で、はい、岡部くんは入社して3ヶ月ですけど、どう思いますか？今会社は楽しいですか？はい、めちゃめちゃ面白いですよ。だけどやっぱ仕事も、動画見てる人とかやっぱいっぱい視聴者さんいますけど、その動画だけじゃないっていうのもやっぱ分かってほしいのもあるんで、その仕事の切り替え、メリハリっていうのも大事だなってすごい感じますね。
岡部くん何聞きましょうかね。おはようございます。ただいまの時刻6時です。6時です。ちょっと今、はい、おはようドッキリ、おはようドッキリですね。はい、岡部、はい、朝からあの水かけたいんで僕一人です。僕言うです。ちょっとショートカット起こして、はい、ちょっと3人で、はい、じゃあちょっとドッキリ浴びるんで。やばいな、お前頭が眠たよ。ボンバーヘッドやん。お風呂の OK を水に入れて顔面から水でかぶせます。なんか挑戦しだしたそんなに。おはようございます。朝風呂入れたわ。得したわ。おはようございます。これ理解できてない。これこっちがうーってやったから。溺れた。溺れとったよ、顔が多分。どうした？岡部？もう一杯。起きたのお前ちゃんと。もう一杯。起きたお前。岡部。俺こうやって。来たんですよ。おはようございます。どうでしたか、朝の
ドッキリは最高でしたね。 目覚めましたね。お前絶対覚めてない。一回も覚めた。飲みすぎたね、昨日は。飲みすぎましたね。3回ゲロっとしたね。そんな感じで、はい、はい、締めてください、はい、また見てねそれはそれとチャンネル登録いいねお願いしますお願いします。ありがとうございました。寝よ。これちゃんとあの最後掃除して帰るんで、ちゃんとそれだけお願いします。